はい、山なんです。来週になるかと思ったら早めに発送していただいたようで感謝しております。今回紹介するのはこちら、BX20 ドランダガーデッキセット、新たなるドランシリーズですね。セット内容はドランダガー 460R、シャークエッジ 380F、ナイトシールド 580T ですね。ですね、使い手が、クロス X 主要モデル、ラッシュアタック、ダッシュ力を維持しやすいウィットと連打力の高いブレードで連続的なエクストリームダッシュと、連打攻撃を実現ということで、ブレードがドランダガー、6枚の攻撃場で相手を連打することに優れていると。前回のドランソードの一撃よりは多連撃のイメージですね。でラチェットが3枚刃から4枚刃になってます。460ですね。で色が逆転してますね。で、今回の目玉パーツ、ビット、ラッシュ、10枚刃のギアでエクストリームダッシュの速度を抑える分、ダッシュ回転数を増やす設計。これちょっと説明だけだとちょっとわからないと思うんですけど、ギアの歯車のお話になるので、これちょっと開封した後ですね、比べてちょっと説明したいと思います。で、こっちの方はですね、ちょっと割愛するんですけど、目玉はシャークエッジですね。で先日、紹介しました、もう一個のデッキセットの方ですね。あっちの方に、LF のビットが入ってるので、疑似的に、シャークエッジ、再現できます。それでは開けていきましょうか。はい、開封終わり。そしたらナイトシールドから組もうかな。
ナイトシールド 560T かな。あ、80ですね。失礼しました。で、これが、こちらがシャープエッジ 380F になります。80なんですね。で、これが目玉の、ドランダガー 460R ってことで、ですね、じゃあさっき言ってたビットの説明、ですね、12345678910112枚なんですけど、新しいこのラッシュビット10枚、歯が10枚になってます。2枚減ってますね。で、これによって何が起こるかっていうと、ギア系のホビー、ミニ四駆特に遊んでる方はわかると思うんですけど、ギアが大きい、刃が大きいと、1回の回転で多く進むんですね。で、ただその分パワーを吸うよと。ただ、ギアが少ないと、回転する回数はちょっと多くなるんですけど、ロスパワーが減るっていう考えですね。それが、連続したラッシュ攻撃につながるというのが今回の、R ビットの特徴になります。じゃあそれでは、せっかくなのでこのデッキ3機ちょっと適当にバトルして遊んでいきましょう。まずはじゃあシャークエッジとナイトシールド、3、2、1、ゴーシュッ。スピンフィニッシュ。やっぱりシャークエッジは低い方が強いですね。3、2、1、ゴーシュッ。性能差がだいぶ出てるな。ローフラットじゃないとこんなに、なんか AT だからな。プラス3、2、1、ゴーシュ。オーバーフィニッシュ、決めてきましたね。じゃあ次、ナイトシールドとドランダガー、いきましょう。3、2、1、ゴーシュ。おー、バーストフィニッシュ。エクストリームダッシュが見たかったんだけどな。じゃあちょっと単体の軌道を見てみましょう。3、2、1、ゴーシュ。
構3回エクストリームダッシュしましたね。じゃあちょっとここでドランソード、比べてみましょう。3、2、1、ゴーシュ。3回したぞ。しかもこっちの方が勢いがいい。どういうことだ、タカラトミー。もう一回ドランダーがいけますね。マジでシュートします。3、2、1、ゴーシュ。あー、なんとなく使い方感が分かりました。ですね、軸細くなってるんですよ。ほら、見てもらえれば分かると思うんですけど。で、以前のドランソードは、フルパワーでやると自爆するリスクがあったんですけど、今回のドランダガーは、かなり本気で回しても、自爆しづらい感じがします。こんな感じでね。セミフラット軸による安定した、あれですね、エクストリームダッシュですね。あ、これ自爆しないっていうのかなりポイント高いと思います。ですね、ドランソードいきなり使うよりはこっち使った方が使いやすいかもしれないです。ドランソード使って自爆エクストリームフィニッシュしちゃうとかって結構あると思うんですけど、テーパーよりかも動かないですね。テーパーだと私よく自爆しちゃうんですけど、ヘルスサイズがしょっちゅう自爆してるんですけど、ただ、ジグザグ先端の太さ的には、テーパーよりは太いです、こっちの方が。じゃあ、先日の紹介したヘルステイン、じゃあちょっといっぱい、一回ちょっとやってみましょうか。ちょっとね、バトル動画も撮っておきたいから、お遊び程度に。3、2、1、ゴーシュ。あー、スピンフィニッシュ。まあ、やっぱ2体同時シュートだとパワーが出せないな。3、2、1、ゴーシュ。こんな感じですね。時給はないですね、やっぱり。あれ、負けちまった。
まあまだ使いこなせないということで、まあみっちり使い込む練習したいと思います。ということで、今回は、BX20 ドランタガーデッキセットの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。バトル動画も上げます。